そうです。これはあるご縁があって老血染めをさせていただく機会があったんですね。でその時に、まあ、させてもらう中ですごく言い方悪いですけど手間がかかると。やはり私素人の私では無理やなと。やっぱりそういう本職の方がいると思った時に、じゃあ私書道家なので書っていうとなんか和紙っていうイメージがあったので、和紙で何かできないかなって思った時に、あそうだそうだって思って、そこにローで字を書いてみたら案外あいけるいけるみたいな。であとは和紙探しですよね。で和紙探しもやってて、色のあ、まあ、ローの入り方とか、でもそのロー、なんか隅とローが違っただけやと面白くないな。でも明るさが欲しかったんですよ。やっぱり明るさを引き出すには色がいるな。でそこでまた今度染料だから、まあ老血染めでも染料使ってると思うんですけど、そこからヒントいただいて、で染料を拭いてやったら、あらあらなんかめっちゃいい感じやんみたいな感じでできたところがきっかけですかね。そこからまあ試行錯誤はしていろいろ和紙探しとか染料とか炉探しもしましたけど、現在に至るっていう感じですかね。本来の自分が出ると思ってほしいですね。色ってその人の今の内面が全て私は出てくると思います。なのでその内面を引き出すっていうツールになるのが炉最初であって、でもやっぱりね、カラーセラピーとかいろいろありますけど、あれとは全く全然違いますね。私的に言うともう独自のもので、字の書いてる形であり速度であり、そこから私はまあその人の内面もまずそこから探るんですけど、その後に色の吹き方、色の出し方、色の順番ですね、入れてるその順番によってその人の今のメンタルがすごくわかります。なのでご自分で書くときは自分が出る、でも私の場合はそうじゃなくて、その方ご依頼いただいた方のその人の先を見て何だかな作品を描くので、またそこはちょっと変わってはきますけどね、まず始め、私これは自分でもちょっと信じられなかったんですけど、飾られて色が変わってきたと。初めすごいマイナス思考でネガティブだったんです。何してもうまいこといけ。でそやっぱりそういう色になったんですよ。初めやり始めた時ね、私もその人の今を表すっていう感じでやってたんでね。でも2作品3作品があってくれたのかな。だからその時に1作品目も色が、先生錆びてた色が赤く変わったんですとかね、なんか言っていただいたのもすごいびっくりですし、で反対に飾られてからすごいこういいことが巡ってきたって、まあコロナで言ったら屋号を書かせていただいた方があんだけね、お店に人が来なかったのが急に人が入るようになって、今はもう本当にありがとうございますっていうお言葉をいただけるようになってるので、今割と会社経営の方もそうですけど、なんか本当にこう助けてくださいまではいかないですけど、何か変化が欲しいで変化がしたっていう口コミでご紹介で割と作品の依頼はいただいております。はい、なので誕生日プレゼントであったりとか、はい、新築祝いであったりとかで、はい、いろいろな方に、はい、使っていただいて喜びの声はいただいています。もちろん世界は絶対行きます。そもそも私がこの書道だけで運営し始めた時に、まず初めの夢がフランスに行くだったんですよ。フランスに行ってフランスで言ったらこうパフォーマンスをしたりとか個展をしたりとかいうのができたらなというところだったんですけど、今は、まあ、東南アジアもそうですけど、まあ、台湾であったりとか東洋ですね、そこと、まあ、ニューヨークとかもう自分の実力を試せるところに行ってみたいなっていうのは思ってて、もう行ってみたいじゃなくて行くって決めてます。なので今生徒さんもそこをなんかなんかこう信じて来てくれているので、夢の実現は自分でするって決めているので、はい、世界には必ず来ます。これは龍騎一なんですけれども、自らですね、龍が、天に向かって登っていくっていうイメージで書いたんですけど、このエネルギッシュな赤っていうのは本当にその元気させていくっていう意味で書きました。これは自分のイメージで書いてるんですけれども、
もう言ったら飛び回っている、もう本当にこう空を飛び回ってで突き抜けていくっていう感じで描きました。